動画の方ご視聴いただいてありがとうございます。今回は、自然農法まとめということで重要箇所についてのダイジェスト版という形でなるべく簡素化して、省略してですね、かなり簡単にして一連の内容について手短に、説明していくということでお送りしてまいりたいと思います。まず自然農法について、下のですね、5つほどテーマを並べておりますので、これが、一応今回の動画の、簡素版としての、タイトルという形で、まず山川プログラムと光合成細菌というところと自然農法の高い成果、そして光合成細菌と菌根菌ネットワーク、ここが一番ポイントになるかなと思いますが、このあたりを少し解説しながら現代農業の闇ということで、今農業が抱えている問題とかを理解しつつ、最終的にはですね、自分たちでやっていくと、そういった、自然農法についての基本的な考え方と枠組みと提案というところで、お送りしてまいりたいと思います。基本的にはですね、細かいところをですね、すべて押さえていただいて、これまで出した、細菌とかに関する、動画4つと、あと、木村さんと矢蓋さんの会話、このあたりが、今私が考えている今回の動画の論拠というところにはなるんですけど、私なりに、調べた結果ですね、このような、内容が大事ではなかろうかというところに、落ち着いておりますよというところですね。なるべく手短に、あまり難しいことを言わずに、なるべく簡素にですね、お話していくというところですね。はい、ということで、まずはその山川プログラムと光合成細菌ですね。いずれにしても細かいところはもうすでに、解説していますが、一番重要要素になりますので、ここだけはちょっと細かめにですね、しっかり見ていきたいというところですね。まず山川プログラムとは、考案者である山川良一氏の研究のことです。これは、土壌生物を大切にして自然の調和を取り戻すことで、植物自身が本来の力を発揮し、それによって農業の収穫を確保すると、そういう農業理論ですね。これが山川プログラムということで、でその実践に関する研究テーマということですね。これについて詳細は、YouTube 等々ですね、かなり細かく詳しくですね、本人が解説されているというのもあります。でまたそれに伴って多くの農家の方がですね、すでにそれを実践して、収穫を結果として出しているというところはもうすでに動画とかいろんなところでもう根拠としてあるかと思います。そのデータの整合性についてもですね、ご自身で判断していただくとして、私はですね、この山川プログラムというものは非常に成果が高いんではないかと、そういうふうに考えて、今回の動画をまとめに至ったというところですね。一番大きなポイントは土壌生物を大切にする、そして自然の調和をとるというところだと思っています。また誇述しますが、バランスがとにかく大事であるということですね。続きを読みますが、植物と土壌生物は共利共生の関係にあると、つまりお互い利益になる、そういう関係性にあって、その関係性を維持するためにお互いが努力しているということですね。それぞれが互いの生命活動を活発に行うことによって農場が豊かになり、耕作種、つまり我々、野菜を育てたりする人間ですね、それはあくまでもそのための補助を行うべしという考えによるものであると。ここもかなり重要なポイントなんですが、基本的には野山に咲いている草木、あと道路とかに普通に生えている雑草とかっていうのは、肥料をあげたりとか全然してないはずなんですよね。つまり土の力だけで、彼らは自生していると、自ら、そこに生えているということです。この現象を、しっかり考えればですね、土とその中で目に見えないところで行われているそういう共生活動ですね、つまり植物の根と、そしてその根に住まう菌ですね、これによって植物っていうのは自生しているということですから、基本的に何もないところに野菜が育つことはないので、人がその野菜の種あるいは苗を植えて、でその植えた苗がぐんぐん育っていくために何が必要かということで考え出されたのが今の現代農業なんですね。基本的には肥料を与えて耕作して、で虫とかが寄ってくるからそれを退治したりとか、そういう農業というのがいわゆる現代農業です。これが主流と。と
ところが、そうやって一生懸命人間が農業をしているその傍らで、雑草はひたすら生えているわけで、なんでこんなにこいつら強いのかと、まあ、そういうところをしっかり考えていけばですね、土の中でそういうメカニズムがしっかり働いているから、まあ、当然のことであるということなんですね。まあ、つまり雑草とかは何もしなくても勝手に生えて、勝手に枯れて、また新しく勝手に生えてくると、まあ、その力強い生命というのは何なのかっていうのを、まあ、研究したところ、どうやらその根に住まう菌類ですね。この、まあ、植物の根っこっていうのは、まあ、生命の、まあ、非常に重要な部分に当たるわけですけど、この根っことその根っこの周りにする住む菌の、まあ、関係性というところが非常に重要ではないかと、まあ、そういうところをですね、ここはもうこの山川プログラムというところのもう一番、まあ、あの根本になることかと思います。この理解なくしてですね、自然農法というのはまあありえないという話なので、ちょっとここはちょっと細かく見たいところですね。まあ、一応そういうことで、耕作種はあくまでもその補助をするということですから、肥料なんかあげてはいけないという考え方なんですよね、そもそも。だから今の現代農業のように、もうひたすら栄養を与えればその分生育していくっていう考え方。まあ、それ自体に間違いはないんですけども、まあ、しかしそれにはやはり歪みが伴うということですね。まあ、連作障害であったりとか、あと、糸状菌とかが大量に発生してしまって偏ったそういった生育バランスが悪くなってしまって、まあ、病気になったりとか、まあ、そういったことが起こるのは、まあ、このアンバランスによるものであるというそういう話ですね。ちょっと読みますが、特に根茎の土壌構造というのは暖流構造と呼ばれる土壌微生物が住みよい環境で、かつ多様な微生物同士がバランスよく生育する環境であるべきと。これがまあその山川プログラムのいうところの土壌のバランスを取るということですね。で、これらの活動を補助するために土壌の暖流構造化を促進する、まあ、そのための土壌整備が大事であるというそういう発言をしていると。それが山川プログラムということなので、ではどうすればその土壌の暖流構造化が促進できるかということなんですが、これが菌の活性化を手助けしてあげると、まあ、そういう考え方ですね。で、菌というのも、まあ、もちろん多様な菌があるわけですが、その中でもですね、まあ、有用な菌をしっかり増やしていく、その有用な菌に対してのアプローチを、まあ、最小限の形で進めていくというのが、まあ、非常に重要であると、まあ、そういった考え方だと思われます。このあたりはまあ私の考察でもあるんですが、暖流構造化っていうのは基本的に土の中の表面積を増やしていくっていう考え方だと、まあ、あのそういうふうに理解していて、暖流構造っていうのは何もしなければ自然とできるというのもまあ近い表現ではあるんですが、基本的にはやっぱ微生物がそれを作っているんだと。つまりまあ微生物の住みかこそが土壌の暖流構造化を促しているということなので、ではこの微生物をまあ活発な状態にしてあげるにはどうすればよいかというところでですね、ここに登場するのが光合成細菌ということなんですね。で、ちょっと菌の話はもう随分細かくしましたけど、あまり深入りはしませんが、まあ、菌と言われるものには、真菌、そして細菌、そして古細菌という、そういう、まあ、3つのジャンルに分かれる菌が存在しますよと。古細菌というのはあまり登場しなかったんで、基本的には細菌である、まあ、ここでいう光合成細菌ですね。これが、まあ、光合成細菌という光色非硫黄細菌ということになりますよと。まあ、ちょっと読みます。これがメダカの育成などで使用される市販の PSB のことであるということですね。で、これを PSB というのを、矢蓋秀幸さんの研究によればですね、この PSB 溶液を生物の生育する土壌に使用することによって土壌生物が活性化するということです。で、農産物の高収穫が期待できるという、まあ、そういった実践を20年行っていて、実際に結果を出しているということですね。で、ここからはまあ私の想像というか考察なんですが、山川さんという方とこの矢蓋さんが出会ったのは、まあ、おそらく10年とかそのぐらい前ぐらいの話だというふうに考えておりまして、土壌微生物を活性化させることによって農業は自然に成り立つという山川プログラムと、この土壌の微生物を活性化させることができる光合成細菌というものがこう合体したのが
この山岡プログラムと光合成細菌というそういう関係性ということになります。まあそのあたりは細かくは知らないんですが、まあしかしそのような話を YouTube 上で見かけましたので、そのように考察しましたというのが、まあ、今回の私の、まあ、レポートということなんですね。ではなぜその公職非硫黄細菌というものがその土壌微生物を活性化させるかというところなんですけど、まあ、これも私なりに調べたところなんですけども、この光合成細菌を畑にまくことによって菌が活性化するということで、なぜ PSB を使用すると高収穫が見込めるのかという根拠としてはですね、この PSB が持つ、まあ、1番、2番、3番それぞれ、ありますが、 PSB ってそもそも栄養価が高い、そういう、まあ、商品ですね、まあ、これは売ってますから、 PSB の中にはいわゆるその植物が生育するのに、まあ、大事なミネラルとかビタミンとかそういった成分がそもそも含まれているということ、そしてその PSB の中にこういる光合成細菌のその光合成の作用によってですね、硫化物化学記号の S っていうやつを植物が吸収できる状態にするっていう、そういった作用が働くということなので、まあ、いわゆるその光合成細菌が作り出す栄養ですね、これが非常に価値が高いということがあるということです。これはまあ推測ですね。でそれによって植物が生育しやすいということで、2つ目にこの PSB っていう中にいる光合成細菌というのは非常に、まあ、強い細菌だというふうに、されているようです。まあ、このあたりも、まあ、私の考察ですけども、かなり、耐久性が高いという、そういったデータが出ているということですね。そして3番目としては PSB が安いということです。これはホームセンターでだいたい1000円ぐらいで売っているし、培養も非常に楽です。まあ、これは今私も培養中やりだしたばかりですから、まあ、結果は出てないんですけど、まあ、いろんな動画とか情報を見ると、まず間違いなくこれを増やすのはもう簡単だということですね。まあ、このあたりの細かい理由はですね、もうすでに細かく言うことはありませんが、まあ、確かに、この細菌は増やすのは簡単だと、つまり、まあ、値段が安いということですから、誰でも使用できるというところですね。まあ、これが大きな作用をしていて、光合成細菌という農作物を育てる、まあ、補助をする力のある細菌ですね、それと根っこの中で住まっている菌類ですね、この菌類というのは細菌を餌にして暮らしているというふうに考えれば分かりやすいと思いますが、まあ、要するには何もない土であったところに菌が存在して、でその菌と根っこが共生していく、お互いエネルギーのやり取りを、栄養のやり取りをする中に、こうした PSB のような補助物質が、まあ、土壌に、降り立ってきて、まあ、誰かが撒くわけですけど、でそれを餌にした菌根菌ですね、まあ、いわゆるその植物の根っこに共生している菌が、この PSB の中の細菌を餌にして食べて、で、さらに活性化していくっていう、そういった成果が出ているのではなかろうかと、これはまあ私の考察ですという感じですね。でそれによって非常に高い成果が出ているということが、まあ今回の一連のレポートを調べる上で、まあ、分かってきましたよという感じですね。このあたりはそういった、まあ、レポートによればという話なんですけど、非常に高い成果が出ているということです。でどのような成果があるかというのももうすでに述べてはいるんですが、収穫量が倍増していると、まあ、多分これ以上に取れているっていうケースも非常に見られるということですが、さらには作物も、まあ、自然由来の生育状況の中で自然に育って自然に、できた作物も非常に味が良くて、美味しいという話ですね。この辺は個人的な感想もあるでしょうけども、まあ、私のイメージとしては化学薬品で作ったものより美味しい野菜ができるんじゃないかとは思うんですが、非常にクオリティが高いということです。そして病原虫などの被害は軽減されるということなんですね。これにはちょっと2つパターンがあって、ちょっと重要なポイントなんで2つあるんですが、1つはやっぱりその自然のバランスの中で育ったという環境そのもので、病原虫っていうのはその菌の偏りとかでそれでまあ悪化していくっていうことがまあ見られるそうで、
だからまあ端的な話、山川さんが言うような多様性のある土壌を作ることが大事だと、バランスが大事っていうのはそういうことなんで、例えば化学薬品でリン酸をぶち込んだりするようなやり方だと、まあ、その特化した心筋がどんどん増えていってしまうと、だからその、まあ、そのなんというかそういう連作障害とかうどんこ病だとかそういった病気っていうのは菌の偏りによって起きているというのが一つ挙げられるそうです。それに対して基本的には土壌のバランスを保つ、そういったいわゆる良い土、自然に順応した良い土を作り上げることによって、それが自然に出来上がることによってそういった真菌類の偏りとかは発生しにくいと、まあ、しないと言ってもいいのかもしれませんが、しにくいということが挙げられると。つまりそういった病原虫などが発生したりとかするリスクが減らせるということになるということですね。まあ、そのことはすなわち、まあ、農薬がいらないということにも当然つながってくるということですから、まあ、基本的には自然に任せていれば良いのだと、そういう発想で、いいんじゃないかなとは思っております。このあたりはですね、実際にそういった成果が出ているという内容を見ていただければ、もっとわかるとは思うんですけど、はい、そういうことで、病原虫などの被害は減らせるということですね。そして、環境に順応しているということです。これはまあ一言で言うと自然に優しいということですね。そしてメンテナンスがしやすいというのも、先ほどの農薬がいらないとかいう理由もそうなんですが、基本的には自然のバランスによって生育していくと。で、例えば雑草とか邪魔な雑草はもう取った方がいいよっていうのがあるので、雑草を取ったりしなければいけないというのも当然ありますし、もちろん虫とか寄ってくると思います。そのあたりのメンテナンスが全くいらないということはないと思いますが、メンテナンスは軽減される傾向にあるんではないかと、まあこれはまあ私の想像ですよというところです。ちょっと想像が多いんですけどね、まあ正直言って、まあ、私も実際やってるわけじゃないんで、自分が調べた内容で喋ってるもんですから、どうしても想像と言わざるを得ないんですが、まあ、しかし、まあ、そういった期待ができるっていう意味では、まあ、非常に価値を感じているところではありますね。そして、農薬などの経費の削減が可能です。まあ、先ほど言った農薬がいらないということは、その分経費がかからないということですから、その分は利益に乗せることができると。そして、自然由来でイメージが良いと。まあ、先ほど言った環境に優しいというのは、非常に、まあ、自分たちもモチベーションにも当然つながりますし、さらにそれを広報宣伝することによって、人に、まあ、他人様に良いイメージを持ってもらいやすいというのもありますから、まあ、そういう、まあ、広報もできるっていうことで、まあ、良い連鎖が広まっていく可能性も、まあ、十分あるんではないかと思います。誰しもですね、農薬とかを使って化学薬品とかを、まあ、自然環境に振りまきたいとは誰しも思っていないと思いますから、当然、そんなことしなくてよければその方がいいっていう考え方ですし、まあ、自分が良ければではなくて、まあ、例えば自分が育てている畑の周辺すべてが自然農法に切り替えれば、その分余計なその汚染が減らせるわけですから、そういう意味でもイメージが良いというのは非常に重要なポイントだと思っております。まあ、そのような形で、自然農法を推進することによって十分、まあ、収穫が見込めるということです。やっぱり物量がはかどるという、まあ、やっぱりですね、結局自然農法によってその細々と展開することしかできないというのであれば、あまり改善するポイントにはならないというところなんですが、しかし、まあ、この自然農法を大規模に取り入れても十分その収穫が見込めるということが分かっているということになりますから、あとはそれを実践するかしないかという話になってくると思います。まあ、そういった意味でもですね、現代農法と言われる、まあ、今我々が、まあ、通常農業と言われるものによって引き起こされている大きな問題というのも本当に考えていかなければいけないポイントだというところなんで、ここもちょっと指摘、せざるを得ないかなとは思っているところなんですね。まあ、世界的な農業を取り巻く課題ということです。まあ、我々は生きているうちでいろんな問題が当然発生してきます。これはまあ私が、まあ、勝手に言っている社会科学っていうのはそういうものだと思うんです。まあ、いわゆるまあ、物事を遂行することによる弊害ですね、これが、まあ、やっぱり、いろんなところにこう悪影響を及ぼしていくっていうことが、まあ
そういった、まあ、システムの歪みというふうに、まあ、私は考えていて、それを社会科学と呼んでいるんですが、この農業におけるこの社会科学っていうものの中の特に、まあ、環境問題というところでしょうかね。まあ、結局農業による問題っていうのは、まあ、我々の、まあ、食に関する問題っていうのは、その人類にとっての本当に大きな、まあ、負の遺産だと、まあ、言えるのかなと思うんです。まあ、これをまあ8つほど一応取り上げたいと思います。まずは、1番、発展途上国や新興国を中心とした人口増加と飢餓ですね。人間が増えすぎているという、だから、まあ、人口が増えることによって食料需要が増えて、でそれによって食料が行き渡らないという、そういった飢餓の問題というのは現実ありますと。これもかなり大きな問題なんですけども、まあ、悪循環っていうところでもあると思います。そして2番目に、産業構造の変化や都市化に伴う農業人口の減少や高齢化と、まあ、先ほど人口が増加しているという、まあ、そういう各所では人口増加の問題で、今度は各所では人口の減少の問題ですね。で、まして、農業に関わる人たちは高齢化しているっていう傾向にあると。まあ、もちろん日本はもちろんながらですね、まあ、世界の先進国も似たような状況があるというのは現実ですよと。で3番目として、農業の高度化による技術的問題や農業に関わるエネルギー需要の増加ということです。やっぱり農業は、まあ、今やですね、資材の高騰とかで農産物の値段は上がっているということですから、まあ、少しはその農業の利益という点ではプラスになっている点もあるかとは思いますけど、基本的に現代の農業の考え方ではやっぱり農業の利益は薄いというのが現実です。でそうなってくると、どうしても大規模化という形で、まあ、機械を使って巨大な農場を巨大な機械で賄うということが発生してきますので、やっぱりガソリン代とか運搬費とか、そういったもの問題というのは割と増加する傾向にあるのではないかなというところですね。あと、まあ、やっぱり技術格差がどうしても出てくると、大規模で農業したいけどそれができないという、そういった技術の問題ですね。そして4番目に、食べ残しや廃棄ですね。これは日本は特に食べ残し廃棄が非常に多いと言われております。飢餓がある問題の反面、食べ残しや廃棄の問題もかなり深刻ですよと。そして5番目、生産地と消費地の偏りということですね。まあ、都市化の問題だというところですね。そして6番目、農地の環境の悪化です。まあ、これも、まあ、砂漠化と言えば分かりやすいかと思います。農場として、砂漠は当然不毛地帯ですから農地にはならないと。で今砂漠化どんどん加速しております。で環境汚染された地区なんかも増えてきていますので、まあ、そういった農地の環境の悪化の問題ですね。で7番の農地の有限性、これもまあ先ほど言ったんだ砂漠化の問題と、まあ、似たようなところかなというところです。そして、最後に、農作物の特に、まあ、食の安全に関わる問題ですね。いろんな環境汚染とかのこともあります。そして、まあ、言うなれば食の安全というのはやっぱり化学薬品との兼ね合いというのも非常に大きいかなというところですね。まあ、あと DNA の操作とか、まあ、そういったところも本当に安全なのかどうかというのは分からないというところかと思います。はい、というわけで、最後ですね、まあ、私たちが今という形で、まあ、問題を抱えていて、まあ、農業、まあ、これも薮田さんの言葉を借りればですね、我々が生きているその、まあ、その人類の歴史は、まあ、46億年っていうその、まあ、地球誕生の中からすればもうほんの、まあ、一粒にも満たないような、まあ、そういう、まあ、積み重ねであって、でむしろその生命の誕生した時から存在しているその細菌とかの働きっていうのが、まあ、30億年という、まあ、ちょっと膨大な年月を経て、まあ、それがずっと繰り返されているということですから、まあ、これこそが、まあ、まあ自然の摂理という考え方ですと、まあ、そう、まあ、言って確かに、しっかりとした、まあ、その説得力はあるのかなと思ったところです。でその自然が長年その、まあ、培ってきたその、まあ、いわゆる植物と菌との共生関係っていうところをですね、お互いが自分たちの利害のために、まあ、協力し合って、で、生命活動していると、まあ、そういうものをですね、まあ、広げて考えて、で、まあ、今ある大きな問題とかっていうのはやっぱり農業の、まあ、
間違いであるとか選択ミスであるとか欠点の場合っていうところも一つあるんじゃなかろうかなと思っております。まあ、そういった中で、こうした自然に、もう一度帰ろうと、まあ、そういう考え方で、その自然に帰ったやり方によってまた再構築しようというところが、まあ、この自然農法っていうところの最終的には一番大事なところかなと思っていてですね。そしてまあ我々を取り巻く今の経済圏とか、まあ、そういったところで考えてもまあ、やっぱり考え直す時期に来ているのかなというところなんですね。まあ、それでまあ私も興味を持って今、まあ、こうしていろいろ調べてみればですね、まあ、正直な話、光合成細菌というのは誰にでも手に入るし、成果も結構目に見えて分かりやすいぐらい出ると。しかも、まあ、そんな大量にそのまた細菌という栄養を与え続けるのではなくて、そういった土壌微生物のバランスを取るために少し与えて、そして、まあ、それをですね少しずつ繰り返していくっていう、まあ、そういう考え方だと思いますから、まあ、これっていうのはそのいわゆるその一人一人がちょっとした心がけによって実践するのに非常にちょうどいいということが言えるんではなかろうかなと思っております。ですからまあ誰にでもできることであるということですね。まあこれぞまさしくその一人はみんなのためにじゃないですけど、まあ、自分自身ができる小さな活動がまあそれで成果が出て、で割とまあ自分一人の力にしては割と大きな成果が出るんじゃないかなっていう、まあ、そういう結果も出てるわけですから、まあ、私たち一人一人ができることが何なのかなっていう、そういう取り組みをですね実際この自然農法という考え方とともに、まあ、そういうものを取り組んでいただくっていうのが、まあ、いいんじゃないかなと、まあ、それがまあ私の今回最終的なまあ皆さんへの提案ということなんですね。だからまあ自然農法って何なんだろうっていうところで、まあ、私も今回初めて知りましたから、こういうことを、まあ、今まで農業っていうものはもう未来がないと、で米を作っても赤字だと、まあ、そういうそれが農業だと、で野菜も一つ一つのもう単価が安いからもう1円2円とかの世界っていう、そういう話なんで、でそれもまあ私はもう仕組まれた罠だと、まあ、そういうふうにまあ私は思っているんですけども、結局今をその取り巻く農業っていうのはものすごい利権が絡んでいたりとか、あとまあやっぱり農薬の本当に大きな問題とか遺伝子改良の問題とか、結局そういった長年培って作り上げられてきたものをそれに手を入れるわけですから、遺伝子っていうのは、まあ、そういったところでどういったその不具合が発生するかわからないということもある中で、そういったものをあえて農業に使う必要があるのかなっていうところが見直されて、来る必要があるという話だと思っていますので、ではまあこういった形で長年のまあある意味長年の生命の、まあ、知恵というか、そういったものを利用して、一人一人が取り組む農業、まあ、それがまあ自然農法ではなかろうかなと、まあ、私としては定義したいところなんですね。まあ、もちろん大規模で農家でっていうのはもちろんそれもぜひ進めて、広がっていってほしいなとは思うんですけど、まあ、そこまでいかずともですね、まあ、こういった形で、まあ、今写真にあるような感じでペットボトルをちょっと加工してですね、でこれにイチゴを植えてみたり、その豆を植えてみたりとか、まあ、それが、まあ、PSB っていう簡単に手に入る、そういった、まあ、ある意味こう魔法の薬品みたいなものでですね、実現可能であれば、まあ、それはぜひ試してみる価値はあるんではなかろうかと、まあ、そういうふうに思っておりますということで、まあ、そういった方法をですね、まあ、私なりに模索していきたいと思っているということです。まあ、これがまあ私なりの自然農法、今回の一連の動画のまとめと結論ということになりますということですね。はい。まあ、最後、ちょっとおまけ的にですね、まあ、私なりの感想をちょっと述べて終わりにしたいと思います。まあ、今回の自然農法のまとめ動画に関してはですね、まあ、正直、ここを言わなければいけないっていうところ、まあ、いっぱいあるのをそぎ落として、まあ、かなり歯抜けの状態の情報をですね、皆さんに、まあ、最後お伝えしているっていうような、そういった感覚です。ですから、まあ、言ってることもですね、穴もあるし、ちょっと説明不足な部分が非常にたくさんあるなと思いながら、一つの動画にまとめましたけども、まあ、私の思いとしてはですね、こちらのこの4つの動画は、しっかり隅々とですね、ぜひ理解してから取り組んでいただくということの方がもっとそのはかどるんではなかろうかと思うんですね。やっぱり自分の中で納得して、で理解に落とし込んで、そして取り組むその結果と、ある程度聞きかじってその情報だけでやる成果っていうのは、まあ、やっぱりちょっとこう運要素が出てきたりとか、ばらつきが出たりとかするものだと思います。まあ、私は今回こういう形で
この4つの動画にまとめておりますけども、相当いろんな知識をですね、仕入れて、そして間違いがないかとか、怪しくないかとか、そういったところをかなり精査して情報にしているところなんですね。でどうしても今回みたいに簡素化してしまうとかなりちょっと議論が乱暴になったりしてしまうかなとは思ってしまいましたので、ぜひですねこちらの4つの動画、これを私は2倍にして何度も聞いてっていうのをやっておりますが、皆さんもですね最初はぜひ1倍で聞いていただいて、で2回3回4回と倍速で聞いていただければですね、非常に面白いものが見えてくるんではなかろうかと思いますので、それをぜひお勧めしたいかなと思います。はい、ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。